菊池屋スローは、地方競馬、岩手に所属していた元騎手である。現役時代は、水沢競馬場の三野の通級者に所属していた。勝負服の柄はドアが、白縦島、袖赤、木に本輪。秋田県出身、血液型 B 型。地方競馬教養センター騎手家庭第78期生。2003年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。 同年10月19日第8回森岡競馬2日目、第5競争 C2 条件戦森有2世で、初起乗。同年11月23日第10回森岡競馬4日目、第6競争 C1 条件戦を、マルケーランズマンで1位入戦も、5位入戦の1番、人気紙のスピードの振動を妨害したため5着に、こ着となり起乗停止処分が課された。 同年12月22日第9回水濁競馬4日目、第11競争 C1 条件戦を、マルケーライズマンで優勝し、23戦目で、初勝利。2008年4月20日、第2回水濁競馬2日目第10競争第20回、小葉山賞をスピードパンチで優勝し、特別競争初制覇。同年6月8日、 1> 第1回森岡競馬ば5日目第7競争 C17 組条件戦をハートウォーマーで優勝し地方競馬通算100勝達成。しかし2015年6月5日付をもって騎士免許返上、引退した。生涯通算成績は5849318勝2着356回3着488回で、 勝率5.4%、連帯率11.5%だった。第78期騎手候補生終了式地方、競馬情報サイト平成15年度、第2回上京し、騎手免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト、菊池騎手、因縁の馬でデビュー初勝利岩手競馬ニュース、菊池安老騎士地方競馬通算100勝達成。ニューストピックス。 岩手競馬、菊池康郎騎手の引退のお知らせ岩手競馬公式サイト2015年6月6日閲覧ありがとうございます。